陽介 VS マサ佐藤。2018年12月9日両国国技館キングオブノックアウト2018のオープニングマッチは 61.5kg 契約の3分5ラウンド、青コーナーマサ佐藤、赤コーナー森井陽介の一戦です。鉄壁の肉体を誇る KO 負けなしダウンなしのマサ佐藤、その鉄壁を鉄の拳で打ち砕くか。森井陽介、今第1ラウンドのゴングです。白いトランクスが森井陽介、黒いトランクスがマサ佐藤です。先に足を出していった、ローを打っていきましたマサ佐藤。構わずプレッシャーをかけていきます森井陽介。インロー、マサ佐藤選手からローキックで仕掛けていきましたね。そうですね、はい、これは石井さんどう見ます？これはまあ様子見で蹴ってるんだと思いますけれども、はいはいはい、森井選手からローから行くのかなと思ったんですけれども、マサ選手から出ましたね。あ、森井選手はね、もう第一ラウンドから思いっきりローを蹴ってきますからね、はい、いやでも大地さん、はい、ダウンしたことがないってすごいですよ、ね、いやすごいですね、僕も KO 負けはないんですけど、はい、ダウンはしたことあるんで、ダウンはもう本当に分かっててもうダウンしちゃうんで、はい、そこで、はい、ダウンもう本当に打たれ強いんだなと思いますし、やっぱ浅佐藤選手あれですね、でかいですね、体がでかいですね、はい、いやあのスーパーライト級トーナメント出てましたけど、今回ね 61.5kg 契約ということで、はい、ライト級でも落ちる選手ですね、はい、それでもやっぱり体の大きさを感じますね、はい、さあお互いに、まあ、様子を見るというか牽制のいい色を打ち合っていきますが、まだ決定的な一打は出ていません。さあ第一ラウンド半分の時間が過ぎようとしています。森井選手は一段の身長ですね、そうですね、いつも、ね、うん、身長で戦ってますね。思った以上にガットは来ませんね、はい、とても静かな立ち上がりとなりました第一ラウンドです。しかし逆にこの静けさが不気味です、はい、さあ間もなく第一ラウンド1分になろうとしています。残り時間、森井選手の残り時間1分、残り時間1分、浮く足のローすごくいいですね。まあ、これがじわじわと、はい、後々効いてくるのは間違いありません。バックスピンキックを見せたマサ佐藤、空を切っています。まあ、ローキックを上げているためにはですね、右左と使い分けていかないとなかなか当たりませんので、うん、その辺の組み立ては森選手は分かっていると思いますね、まあ、そうですね、非常にハードパンチャーでアグレッシブな選手というイメージがある森選手ですが、うん、まあ、非常にクレバーに、はい、残り時間30秒、ね、得意 の、ね、あのパンチを当てるためにしっかりねローキックを今蹴ってるんじゃないでしょうか、はい、今森の強いローが入りました。そしてボディ、森はこのボディ得意です。ロー、うんうん、さあ残り時間10秒となっています第1ラウンド。さあそこに動き始めたか、まずは佐藤と森陽介ボディ、あのボディですね、うん、さあこれで第1ラウンド終了です。さあノックアウトではオープン、はい、システムをね採点をしておりますので、この後、まあ、皆さんの前に発表されると思います、はい、まあ、最後にあの森選手は左のボディ、得意の左のボディ出ましたけど、あのボディが入るようになればですね、あの森選手距離取りやすくなってきますんで、そうですね、はい、あのボディがどれだけ入るかですね。北さんいかがですか。いや近いですねこの席、いや近いですよ、いやだから迫力がすごくてでもやっぱミスターノックアウトだからこう初めてのダウン取ってほしいっていう気持ちもすごいありますね。あーなるほど、この距離でね、はい、さあ、第1ラウンドの方は、森井選手もマサ佐藤選手も、3人のジャッジは10対10イーブンとしました。矢部さんこの第1ラウンドどう見ました、はい、あの森井選手の左のローがですね、あのマサ選手の右足まで届いているというのはかなり踏み込みがいいと思うんですよ、はい、でその後のマサ選手のミドルキックをスウェーデンもう距離感はかわしてるんで、森井選手は距離感はもう非常に取れてるのかなという感じはしますね。ということはこの第2ラウンドで何か、そうですね、はい、そうですね、第1ラウンド目で少しあのもう距離測ってたんですけど、ちょっと距離が測ってきたかなという印象がありますね。森陽介、そうですね、第1ラウンドとはちょっと動きが変わってまいりました、はい、
さあしかし肉体のタフネスさには自信を持っているマサ佐藤。マサ選手も下がりませんよね、ノミ選手の攻撃に対して、まあ、あの水落ちロス選手といっても下がらないんですかね。そうですね、パンチですね、森選手の右のローキックに合わせた右ストレート、あのタイミングですね。さあボディーからの森、マサ佐藤の方はパンチをうまく当てていきたいところです。このランナーとお互い手数が増えてきますね。オーケーオーケー、マサローいいぞ、ロイヨ、ロイヨ追い詰めるんですが、森井陽介グッと前に出てきます。マサ佐藤ちょっと効いてるんじゃないですか。ちょっと今のね、このローですね、はい、森野の効いてる、はい、いい角度で入った。あ、左のフック入っている。さあ森野パンチ、しかしマサ佐藤前に出ますね。気持ちの強さ感じますね。おっとここは森井バランスを崩しました。いい角度でロー入ってますね、はい、いや矢部さんいいの入りましたよね。いや入ってますね、ただマサ選手の右のストレートは大きくならなければヒットしてるんで、はい、もうちょっと冷静にというかね、打ち合っていけば面白い試合になると思いますね。森ロー嫌がってるよ。さあロープを背負ってる、このローです。いいよいよロー蹴り続けたいですね、そうですね、で分かっても森選手も分かってそうですね、はい、このミンドローはガンガン蹴っていきます。おっといいフックのコンビネーション、打たれ強いマサ選手ですけど、あの右のローは嫌がってますね、でローが当たって崩されるとパンチも当たりますからね、やっぱ気になってしまうんですよね、ローを蹴られると下に気になってしまうんで、やっぱりあのパンチも当たりやすくなってますから。さあ大事なのは残り30秒、選手はあのスタイルは変えない方がいいですね、このスタイルで。おそらくそのローを効かしてパンチを顔面に効かした後、またあのねボディ、怖いボディが来ると思うんですよね。ありますよねそれ、でマサ選手もあのローに合わせたストレートすごく、タイミングがいいので、あれ狙っていった方がいいですね、はい、第2ラウンド10秒切っています。森選手の左で奥足のローも効いてきましたね、さあここで第2ラウンド終了です。いや、ひかさん第一ラウンドはちょっと違ってましたね。そうですね、急に雰囲気が変わってなんか緊張して体がガチガチのまま見てました。いやそれが格闘技ですよね。そうですね、目離せない。いやでも矢部さん、はい、いや森選手もローいいのやっぱ入って動きましたね。この1ラウンド2ラウンドでお互いがこの戦いの中で何をしたいのかっていう、何を見せるのかっていうのが出たと思うんですよね、はい、だからここから5ラウンドまで行くのか、はい、そこをちょっと見極めたいところですよね。さあ第2ラウンドは3人のジャッジ10対9で3人のジャッジが森に着きました、はい、さあ第2ラウンドでジャッジに差がついたところです。そうなってくると石井さん、はい、やっぱ佐藤選手はそうですね、でも今まで以上に前に出てですね、自分から攻撃することが大事ですね、はい、はい、あとはローキックカットしておきたいですね。なるほど、はい、ちょっともらいすぎ、絶対に自信はあるんでしょうけど、やっぱりもらってると印象でもらえるんです。第3ラウンドでさあマサ佐藤行きました、黒いトランクスです。さあでも打ち合いになってくると森としても、まあ、KO のチャンスが生まれてまいります、はい、少し今左足引いて、あの左引きですね、サウスポー左引きの構えで戦うような審査を見せたので、はい、少し左足上がってんじゃないかなと思いますね。矢部さん、このマサ佐藤のパンチをね、そうですね、右ストレートをどう当てるかですよね、はい、そうですね、ローが効いてくるとパンチにも力が入ってくる。そうですね、今森が右の肘を見せていきました。今のようにしっかりカットしていきたいですよね。ミドルキック掴んでローを叩き込む、バランスを崩したマサ佐藤です。かなりマサ佐藤この左足だいぶきつくなってきたんじゃないでしょうか。そうですね、真っ赤になってきましたね、さあそして岡島の冷静ですよね。いやこういう時の森選手はね、冷静ですね、本当にコツコツコツとダメージを相手に与えていきます、
あの蹴られる側としたらですね、やっぱり痛いところ気になってしまうので、どうしてもそこに集中しちゃうんですけど、違うところにやっぱ蹴りが来ると、はい、さらにこの左足がもう本当に食らいやすくなってしまうので、今みたいに佐藤選手は左足後ろにしてますけども、ね、やっぱり左足で距離取りたいんですね。前足にあるとやっぱ蹴られやすいので、左足を後ろにして距離を取ってもらってますね。いやこれ森井の試合遊びすごいですね。ここまとめたいですね、森井選手。これマサ佐藤って苦しいですよね。苦しいですね今ね、このローと来られるのは。今マサ佐藤選手の肘も出ましたね、はい、パンチももらう、足が動かない、マサ佐藤森井選手のパンチで倒されそうですね。マサ選手のパンチまだ生きてますよ、はいはい、打ち返し怖いですよ、残り時間1分、残り時間1分ですよね。まだ破壊力は十分に持っています、マサ佐藤。打ち合いに行くと見せかけて、森選手はしっかりローでね締めますからね、これ。いやー、効いてますね。ちょっとね、顔出てきましたかね、マサ佐藤。効いてますね、左足。さあ、これもロー。そういうところでやっぱサウスポーになり、残り時間30秒、追い詰められたマサ佐藤、コーナー。そうすると、森選手は右足を狙っていくんですね。いや、だからやっぱ森陽介のこのね、やっぱその攻撃の組み立てのうまさといいますか、はい、冷静さっていうのは、そうですね、ここから森井選手ボディ狙ってるんじゃないですかね、そうですね、上下振っといて、はい、腹に持っていく作戦あるんじゃないですか。さあ第3ラウンド残り10秒切ってる、これです、ね、ボディロー、届かない、マサ佐藤ロー、森井選手のローのタイミングが素晴らしいですね。素晴らしいですね。はい、ちょっと矢部さんも見てるこっちの太ももが痛くなってきそうな。いやーすごいですね。容赦ないというか、まあもちろん真剣に戦ってるばこそなんですけど、うわー厳しいですね。パンチから森井選手ローを繋いでるんですけれども、はい、そのただパンチから繋いでるだけではなくて、パンチ打ちながら相手を見てるんですね、どういう風に対応してるのか、で上がってる足だとしたらそれが下がった時に蹴ったりとか、はい、でよく見ながら、さすがですね、ちょっとガードを下げて、はい、ストレートを来るところを綺麗にローを入れるっていう、ちょっと誘いのガードの下ろしもしてますよね、はい、森選手少し余裕も感じますね、はい、森選手の戦い見てると。さあ第3ラウンド、ジャッジ1人が10対8、森、そして2人が10対9、森とせています。3分5ラウンドで争われるこの 61.5kg 契約の第1試合、第4ラウンドのスタートです。ラウンド4、またローから来ました。ダウン、初のダウンですね、ついにダウン、しかもローキックで、5、6、7、立ち上がれるか。いやー、ここはもうまとめに入りますね、森選手ね。ここでね、しっかり見てるんですよ、森選手。そうですね、ダマーソ選手はあれですね、右のストライクですね、もう行くしかないですからね、そうですね、痛みに耐えてもう、はい、倒しに行くしかありません。あれですね、止めました、ノックアウト、ノックアウト、なんとマサ佐藤初のダウン、初の KO 負けはローキックギャルマンでした。鎧が崩れましたね、崩れましたね。これ石井さん、ローで倒されるってどんな感じ。ましてやこのマサ佐藤選手が、僕はローを引かないと攻撃してましたから、いやこれは悔しいはずですよ、本人としたら。普通にやっぱり脳震とかやられるよりもローでやられた、これは相当悔しいと思う。そして森井選手は相当巧みですね、最後に倒したのは左ローですね。あんだけの右ローを蹴って、まず佐藤選手が左足を痛めつけておいて、やっぱり最後はタイミングよく左のローで倒す、さすがですね、はい。いやあ、マイクを持ちました森井陽介。皆さんこんばんは。平成最後のキングオブノックアウト、どうですか、いいスタート切れましたかね。マサ佐藤選手、本当気持ちが強くて、僕とやってくれてありがとうございました。皆さん大きな拍手お願いします、本当マサ佐藤選手に。まあこれで今年、まあ
いい勝ち方というか、まあ、KO で締めくくれたんで、来年一発目2月、アジアトーナメント準決勝ありますんで、まあ、そっちの方皆さんぜひ期待して年明けからノックアウト見に来てください。よろしくお願いします。今日最後まで楽しんでください。ありがとうございました。それではボクシングです。北さん、はい、目の前での KO 力、いやさすがミスターノックアウトですね。すごい、もうなんかもうこっちにも痛みが伝わるようなね、伝わりましたね。あんなローでこうノックアウトされたのを目の前で初めて見たんで、はい、びっくりしました。これがノックアウトですね。それがノックアウト。矢部さんいかがですか。はい、もう石井さんもおっしゃってましたけど、シャニムに蹴るローじゃないんですよね。すべて計算してちゃんと組み立てた中で打つこのローキック、それはただ強いローですから、ね、それをやられたらもう破壊力抜群ですよね。そうですね、何かもうミスターノックアウトというかはノックアウトのプロフェッサーみたいな感じで、ね、なんかそんな頭脳派のね、戦い方でしたね。